里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。いきなりこんな始まるんですね。いきなりですよ。まだスタッフ普通に喋ってますけど。いやいや、びっくりいたしました。さあ、ということで今日は、はい、里崎チャンネル、はい、有村光さん、ありがとうございます。どうも。シルバッピー。なんて言っても、はい、今日は4月1日おびっくりマンの日じゃないですか。びっくりマン。いやー、そうですよね。1年に1回。そうです。もうエイプリルフールでこれ嘘ってことないですよね。そんなね。そうですよね。びっくりマンの日ですよ。びっくりさせるっていうことでね、はいはい、だからこれ何気に撮影しててこれびっくりマンの日、まあ、エイプリルフールじゃないですか、はい、放送されないっていうパターンもあるかもしれない。そんなのいや、そしてまさかのフェイクって嫌じゃないですかこれ。フェイクチューブ、フェイクチューブ。しかも僕が実は袴田さんだったっていうフェイクあるかもしれませんよ。ねえ、後で合成する。全部僕消えてるって可能性もありますけど。いやでもね、ちょっとお招きいただいて今日ありがとうございます。ええー、とんでもないです。もういつも拝見してますよ。もう本当ですか。いや、もうここでやってるんですね、いつもね。はい、ここなんですよ。いやでもね、もうこの間ヤフーニュースのトップ も拝見しましたし。いや本当にね、なんかありがたかったですね。すごいっすね。いや、好きなこと喋ってるだけですけどね。いやいやいや、でもまあちょっと今ね、こう、はい、ほら社会がこう大変な時に、はい、なかなかプロ野球もこう延期がどうなるかっていうところで、はい、やっぱりね、今 YouTube で野球が佐藤さんのチャンネルで楽しめるといいなと思いました。いや、盛り上がってもらいたいですね。はい、こんなくだらないこと言ってるだけですけど。いやいやいや、いいですいいです。だから今日はですね、はい、ロッテから新ニュースがあります。あれ、ちょっとビックリマン名誉終身大使。はい、ビックリマン終身名誉 PR 大使。 PR 申し訳ない、グダグダで申し訳ない。はい、ロッテからですね、この3月にビックリマンプロ野球チョコ編っていうのが発売されて、はい、有村さんもシールになってるじゃないですか。いや、もうついにならさせていただいて、私一応野球解説者っていう設定なんですけど、一応映画とかけて、はい、野球も映画も監督が命。ああ、確かにね、はい、それから4番打者は主演です。ああ、そんなもうまくなかったか。まあそんなね、でも初シールなんですもんね。ああ、 でもね、僕その一応前触れがあって、はいはい、前は裏ビックリマンっていう、はいはい、去年のシリーズで有村コンプロデュースで、はい、人狼ビックリマンとか、はい、人狼ゲームとビックリマンコラボしたやつを出させていただきました。はいはい、もうでも好きなものが、はい、自分がなるってもう最高、最高ですよね。頑張ってきてよかったですよね。子供の時にタンスに貼ってたやつですよ。そうです、そうです。まさか自分がシールになるなんてものすごい最高です。その、はい、プロ野球チョコマンが、はい、なんと昔2006年とか7年とかにあったもうプロ野球ビックリマンチョコ、はい、発売されるかも知れないっていう。おうおうおう。あの当時一球団二人ずつシールになってたのがあったんですよ。プロ野球チョコマンみたいな感じで、はいはい、でそれで第1弾でロッテから僕が選ばれないって大激怒したっていう、ね、裏事情がある。じゃあもうリベンジできましたねこれで。ああ、でも第2弾で選ばれたシールに。ああ、なるほど。でもそっからもう十何年、うん、ビックリマンプロ野球編がないんですよね、うんうん、選手がをモチーフにした、はいはい、それを今日、はい、ビックリマン大好き有村さんと僕で、はい、勝手に決めちゃおうっていう。やった。これはちょっと熱いです。ただ僕今のその野球事情そんなに詳しくないですけど、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。ビックリマンのやつがあれば大丈夫です。あ、じゃあビックリマン推しの方でいいですか。そうです、ビックリマン推しで僕がだから選手選んでいくんで、はい、こういう風なキャラクターにした方がだからこういうイメージの選手ですっていう、はいはいはい、そしたらあ、こういう風なのがいいんちゃうかっていうのを合わせて里崎有村さんプロデュース、うん、プロ野球選抜チョコ、うん、これをこの YouTube を通して株式会社ロッテさんに提案しましょう、はい、商売上手だな。そうか、そう、ちょっとメモっとこうこれ、これを見てですね、はい、そのロッテのお笑い方が、はい、おら、これ面白そうやなってなるほど。あとはね、この YouTube を見てくれてる視聴者の世論が、はいはい、これは出さなきゃいけないやろってなったら、はい、もう出すしかないんですよ。なるほど、さすがです ね、 ね、もうね、だって10万人も今突破しましたね。そうですね、今だから登録者数今日でどうですかね、25万人いったかもわかんないですね。ごめんなさい、20万でしたか。はい、これだって戦国時代の軍勢だったら大変なことだった。だって三国志ぐらいな感じで、だって日本だってね、はい、小田原攻めとかで2万3万の話じゃないですか。そうっすね、20万ってめちゃくちゃすごい大軍ですよ。幕府いけますね、幕府、里崎幕府。
だって僕の YouTube チャンネルシネマラボ、はい、今のところ4000ちょいぐらいですから、はい、もうヘボヘボですよ。いやいや4000でも、はい、なかなか集められないですよ。いやいやいや、もうね、三国志で言うとね、馬頭かなんかの場合馬頭にも行かない、左端の方のちょっと軍勢ですから。いやいや、じゃあもう吸収しましょうか。もう今日からじゃあ里崎チャンネル、いやいやいや、それまずい、それまずい、いろいろ事情があるからね。いやでもね、今日はもうね、ほんと YouTube 界の先輩ですから、どうします、里崎ベストナインを決めますか。各チーム2人ずつを決めていって、はい、当時だとロッテだと今井だとゴリって言われてたんで、はあ、ゴリラをモチーフにした感じの絵だったんですよ。ああ、なるほど。それをだからビックリマンのキャラに押し付けるって。押し付けで、渡辺俊介アンダースローサブマリンって言ってたんで、潜水艦をモチーフにした絵柄だったし、横浜ベイスターズの三浦大輔さんは番長っていうニックネームなんで、ガブラン着て、はい、番長っぽい感じでシールになってたんで、はい、だからそれを今日12球団勝手に決めてロッテさんにもうプッシュアピール。なるほど。だこれがフェイクニュースになるのか、うん、4月1日だから、うん、実現するのかは、うん、もうロッテさん次第です。なんで最後だけ都市伝説みたいな話もしないですか。何なんですかそれが。いやでもこれがもし、はい、本当にシール感だったら、いやすごいことじゃん。だってこの番組から生まれるわけですもんね。そうそうそう、だって言うのを正すから。いいもん。じゃあ今日は言いたい放題いきましょうか。そうそうそう。じゃあまずじゃあ去年の日本一はソフトバンクから。じゃあはい、お願いします。じゃあソフトバンクだとやっぱり一番有名なのが今日本のエースって言われてる千賀ですね、うん、で千賀っていうピッチャーがいるんですけど、はい、でその得意球種がお化けフォークっていうネーミングですごいストンと落ちるんですよ、うん、だからその千賀がピッチャーとしてはいいのかなっていう。でしかもお化けフォークじゃないですか、はい、うん、ゴースト的なモチーフで。なるほど、なるほど、はい。だって映画でもゴーストあるじゃないですか。ちょっと透けてたけど、そうですね、ろくろでこうね、そうそうそう、回してデニムーアとやってましたけど、それをモチーフにしてなんかゴースト的なお化けフォーク線画とか、はい、いいシールになりそうじゃないですか。いいと思います。もう僕の中でビックリマンキャラでパーンと思い浮かんだキャラいます。どれですか。魔性ネロじゃないですか。確かになんかドーッとこう、まあお化けっぽいキャラで、しかもまあ人気じゃないですか。そうですね。ちょっと悪魔キャラですけど大丈夫ですか。大丈夫ですね。やっぱそれぐらい相手から恐れられてるってことなんで。なるほどね。野手で言うと、うん、やっぱ甲斐の甲斐キャノンって言われてるんで、奇跡的にロッテビックリマンさんガンダムとコラボをされてたじゃないですか。ちょっと待って、コラボもコラボもコラボもややこしい。だからそこはうまくミックスして、なるほど、甲斐、甲斐キャノン、うん、ガンキャノンで、ビックリマン的だ。何回組んでるんですかこれ。いやいや、もう使えるマン使おうっていう。これでもサンライズさんの許可が今度必要になりますね。いや、そこはうまく、なるほど、ロッテさん力あるって。なるほど。うまくバシンとはめて。あとはもしくは、松田選手の厚尾で、炎みたいな感じでいくかですね。なるほど、なるほど。で、まあ、あと続けていくと、はい、じゃあ、西武。西武。西武で言えば、やっぱり、ドスコイ山川やと思うんですよ。うん、山川ってホームランを打って、ホームランだったらドスコイってあるんですけど、だからそれをモチーフにして相撲です。あ、相撲キャラ入れればいい。相撲キャラのドスコイで、彼は沖縄出身なんでシーサーとか あったらもう最高ですね。キャラありますね。はいはいはい。あとピッチャーで言えば、はい、まあ、去年80試合強投げた平井っていう中継ぎエースがいるんですけど、うん、143試合しかないのに80試合以上投げるって鉄人じゃないですか。だからもう鉄人は的な、はい、鉄人28号的な、ね、アイアンマン的な感じで攻めていくと、はいはいはい、多分モチーフにしやすいじゃないですか。これでも面白いっすね。面白いでしょ。僕はだからキャラから入ってイメージ浮かびますけど、野球ファンはもうそこで、はい、あ、これがこうなるんだっていう、はい、でその人のなんかキャッチフレーズみたいなのつけていくとイメージもしやすいし、はい、キャラクターにもしやすいじゃないですか。あとビックリマンの裏の噂ってやつ、ね、あ、そうですね、あれも書きやすいですね。書きやすいですよね。あ、面白い。あとじゃあオリックスで言えば、はい、まあ、バッターに吉田っていうバッターがいるんですけど、あの応援する人たちが吉田がバッターボックス立つと鉄アレイをこうやって持って応援するんですよ。お、軽いやつですけどね、空気が入ってる、うん、だからもうマッチョっすよね。マッチョですね。マッチョって言えばですね、はい、確かロッテさん筋肉マンやつなんですよ。ニックリマン、ニックリマン。すごいとこから出てきたな。だから筋肉マンの筋肉をモチーフにして吉田正尚筋肉、うん、ビックリマンでいきたいですね。いいですね。これね、もうコラボいっぱいしてくれてるから入れやすいっすね。もうなんだからゆで卵先生お願いします。お願いします。ぜひお願いします、はい、なるほど。まあ、ピッチャーで言えば、はい、やっぱりあの山本由伸っていう、うん、まだ20歳そこそこで、はい、日本のエース的な人がいるんで、これはもうなんか若きプリンス的な、もしくはオリックスバファローズなんで、はい、牛っすね。牛、それこそニックリマンのなんかバファローマンでいいじゃないですか。そうっすね。ね、あ、バッファローマン、バファローマン。だからこうオリックス
は筋肉マンとコラボですね。だから吉田選手は筋肉マン的なマッチで、はいはい、あの山本選手はバッファローマン的なバッファローでの、だからオリックス筋肉マン、うん、びっくりですね。あとなんかオーズマンみたいになんかこう機械的なやついないんですか。機械的で冷酷、冷酷、冷酷な。それはもうあるじゃないですか、西武からメジャー行ってジャイアンツにいる中島選手じゃないですか。やっぱちょっとあの乱闘もあるっていう、あ、冷酷な人力もあるし、あ、なるほどなるほどっていうのはいいかも分かんないですね。ロッテ考えなきゃいけないですね。ロッテ、そうですよ、ロッテさんですから。ロッテさんですから、ロッテさんですから、お願いします。ロッテだったら誰にしようかな。あ、じゃああれですよね、はい、バッターだとあの井上誠也っていう、はい、アジャっていうアジャコングさんによく似てる選手がいるって、うん、はい、でアジャコングさんからもアジャを使うことの許可を得てるっていうよくわからない設定があの選手がいるんで、はい、だからもうあのプロレスラーのアジャコングさんと、うん、そのままですよ、ね、そのままでもう簡単に、なるほど、はい、でこんな鎖からここのボッツみたいなイメージですよね。イメージで、あー、なるほど。 あとは佐々木朗希はこれでなってるんで、うん、ちょっと佐々木朗希はやめといて、ピッチャーだったら唐川っすね。はあ、唐川っていう成田高校出身のドラフト1位でロッテに入った選手がいるんですけど、そのお父さんは成田山新勝寺で働かれてるんですよ。あれ、千葉つながりですね。だからもう成田山新勝寺から取ってちょっと神聖な感じで、そうスピリチュアル系のね、そうそうそう、こういうキャラですね。そうです、ね、あ、それで、はい、でまあ、成田高校といえば、はい、紫が貴重のですから、はい、ちょっと紫っぽい絵にしてっていうのとか行きたいですね。すごいな、ちょっとね、佐藤さんのペースが早すぎて、まだこちらのキャラに全然まだ全然追いついてないですけど、考えてたら、いや、もう止まらないっすね、なんとでもいきますね。はい、だからヤクルトで言うと、やっぱ去年大活躍して新人王になった村上っていう選手がいるんですけど、はい、2年目で、で19歳で30本以上のホームランを打ってっていう選手だから、若いしパワフルで、ホームランっていうか、ハリケーン的な感じでいきたいですよ、旋風巻き起こすみたいな、はい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 、ピーター・ジン氏みたいな。あ、もっともっと強いやつ、ね、もっとごっつい感じの嵐を巻き起こす感じの、はい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 、あとはピッチャーでいうとやっぱり石川っていう40歳で、うん、今年まだ開幕できなかったんですけど、うん、40歳で開幕投手だったんですよ、予定は、うん、でもし40歳で開幕戦で勝利を収めると村田兆治さん以来のすごい記録だったんで、だからもう超レジェンドじゃないですか。だからもうそのヤクルトは石川投手でレジェンド的な雰囲気でも可愛らしいところもあるんで、動画なんで、はい、そういったところを見せたいですね。だからそれこそピーター・ジンシーかもかです、ね、そういうことですね、動画のイメージでね、動画で若くてスピードあってみたいな、なんか映画で言うと長嶋一茂さんが主演したオールドルーキーのご覧になったことあります？やってますそこに映画まで持ってくるともう訳が分からないコラボのコラボみたいなねえ、うん、でマスクしてこうやって飛ばすのね仕事終わってからじゃないと投げられないっていうねあれだったんだよな、すごい時代だいや、すごい時代ですよ、本当に。なるほど、まあ、他と知らない選手いないですか。じゃあ阪神ですかね。阪神、はい、阪神のところだと野手はやっぱり昨年新人王村上と争って取れなかった、でも長嶋監督ミスターの記録を、年間新人最多安打記録を抜いた若きプリンスがいるんですけど、その近本でスピードあるんで、もう速い、だから虎の速い番長ですね。トラでも速く走ってるのをもちろんしようとか、ピッチャーだと、うん、あの藤川球児が、はい、もうあと9セーブぐらいで迷宮界入りなんで、剛腕から今何投派になっても活躍してるんで、幅広い感じの、はい、もうだからレジェンドトラのおじいちゃんみたいな感じですよトラのレジェンドおじいちゃん、はい、もうなんかもうライオンキングじゃないですけど、はいはいはい、タイガーキングみたいな長老のキャラみたいな感じですか。そうそうそう、あと横浜 DeNA だとあの宮崎選手っていうのが花のプーさんっていうニックネームなんですよ。だからもうちょっとここはディズニーとちゃんとお話し合いで一番著作権に厳しいやつ最も難しいやつですよこれ。いつ難しいですかやっぱり。いやプーさんかなり厳しいやつプーさんこれはねだってビックリマン一度もやってないですよ。だっていけんじゃないですか。え、どうですか映画評論家からすると。でもね、僕1個突破口あるのが、はい、スター・ウォーズと、ビックリマンコラボしてるんです。やっとじゃないですか、はい、スター・ウォーズって世界で最も著作権うるさいんですよ、はいはい、これできてるということは、この持ち込み企画でプーさんやりたいっすって言えば、はい、できるっすね。プロ野球版と別に、はい、ディズニー版攻めますね。だからプーさんとか、はいはいはい、ミッキー、そう、ドナルド、ね、最高っすねこれ。すごいっすね。だってミッキーゼウスみたいなことになっちゃうんですよ。そうですね、そうですね。ミッキーゼウス。ここついちゃうんですよ、ゼウスなのに。はぁ、
これすごい壮大な企画ですね。いけんじゃないですか、まあ、スターウォーズいけてるってすごくないですか。あ、分かった。これね、ちょっと映画的なこと言うと、映画が公開されるときって著作権結構解放したりするんですよ。だからピクサーの新しいやつ、カーズとか、カーズなんてものすごい種類たくさんあるじゃないですか。カーズビックリマンみたいな、トイストーリーとか、トイストーリーマン、いけますね。だからディズニーマンで、そうですね、トイストーリーとか、はいはい、アイアンマンとか、だからあのアベンチャーズマンもいけますよ、そしたら。そうですね。あれ、アベンチャーズマンってやったらもうキャラもものすごい多いし、このビックリマンもキャラ多いじゃないですか、いくらだってキャプテンアメリカ、シャーマンカーンみたいな、いけますね。ねえ、はい、もっといきますよね。スパイダーマン的なやつもね、スパイダーロココミできますよね。できますよね。だから宮崎選手のハモのプーさんで、はい、プーさんモチーフにした、はい、黄色がダメなんだったらもうクマでいいすんじゃん黄色のアメアのチョッキみたいなのがダメだったらもう茶色とかはいはい、はい、本当のベアにいましょう。それ著作権無理ですから ねただのクマですからね。ベアとか、あ、なるほどなるほど、木彫り の玄関に置いてある鮭くわえてるみたいな木彫りのやつみたいなのでいいですもんね。モチーフにして、はいはいはい、宮崎選手とか、ああいいですね、いいですね、いいし、はい、中日だとどうすねかね、今の野手だったらまあ、平田選手とかでなんかドラゴンの感じでなってもいいし、はい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 、いけますね、いけますね。だからビックリマンと各球団の2選手でドリームチームで、うん、オールスターで監督も入れた方がいいんで、だからシークレットは監督のすごい熱いですね、その各球団2人ずつ選んで、はい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 、シークレットカードはプログラムの監督ですけど、誰に行くかっすね。すごい贅沢ですね、うん、今監督でパッと思い浮かぶ方って誰ですか。やっぱり野球界で言えば長嶋さんだけど、もうそっちのレジェンド枠でいいんですね、はい、思いつきますけど、大木さんとか、はい、王さんとか、王さんもうすごい超豪華ですね、はい、はい、でもまあなれるのかなっていうのがなんかそのなってくれるのかなっていうのもあるんで、だってそれこそもう野村監督なんか ID 野球をあれだけ広めた功績があるわけじゃないですか、はいはいはい、星野監督とか、あ、いいですね。ねえ、レジェンド版もいいですね。レジェンド版って、レジェンド版だから各競技とか団体とか組織のレジェンドの人がなるっていう。だから野球界の一番のレジェンドはやっぱり長嶋。まあそうでしょうね。そうでしょうね。普通に考えたらシールなるならないですけど、映画界で代表誰ですか。もし作るとしたら映画界です。もうでも黒澤明とかなっちゃうんですか。とかあと分かんない、もうスティーブン・スピルバーグもそうですし。マーティン・スコセッシとか、まあ、そうそうたる名簿たくさん出てきますよね。黒沢監督ですかね、まあ、日本代表はそうでしたね、確実にそれぞれのじゃあ何レジェンドをこうそうそうそう出して一人ずつ、だからもうサッカーだったら、はい、鎌本さんかキングカズさんかな、キングカズかな、そうですね、うん、それがマラドーナっていうのもありますから、ね、あ、世界ちょっとお高そうですねマラドーナ来るとペレはどうなんやとかあるじゃないですかペレもうそうですね、豪華ですね、はい、しかし言う分にはただって素敵な企画なんですよ言う分に全部ただですもんね、ちょっと言う分には、ああいいですね、はい、ペレとかでも出てきたら熱いですよね。ペレは熱いですけど、ペレ行ったらすごいですね。いや出てきたらちょっとテンション上がりますよ、はい、でもヨーロッパの人が、はい、いやベッケンバウアーやろとか、ああ言い出したらね、あれだし、これベイブルースとかもありになってきますよ、そしたらベイブルースですかもう野球界でもうそうなっちゃうと、はい、サーマーエイジさん出しますなるほど、いやもうそういうレジェンドレジェンドがねあーそうですね、レジェンドビックリマンってもありですけどね、各でもうだから各そうですそうです、はい、だからもう映画監督とか、はい、あと俳優とか、俳優とか俳優誰ですか、いやもうオードリー・ヘップバーンですもう十字架天使、十字架世界行きます、もう世界のオードリー・ヘップバーン、マリリン・モンローもいますよ、あーいいですね、うん、これまたサタン・マリアあたりでマリリン・モンローサタン・マリアってこう出てきてね、ビックリマンって夢ありますね、これも女優シリーズでも例えば俳優シリーズでも何でもいけますもんね、はい、俳優マン、俳優マン、俳優マン、高倉健、はい、だって女優さんも俳優って言うんですもんね、吉永小百合さん、まあ女優は女優かもわかんないですけど、でも何でもいけますね、芸能マン、芸能マン芸能マン芸能マン、でもそれこそもうお笑いマンさんまさんとか、はい、たけしさんとかタモリさんとか、そうですね、もうレジェンドの皆様方いらっしゃいますから面白いですね、
でもそれ選ばれるかどうか会議に入るのが怖いですね。確かに確かに、なんでお前 こっちがダメだやってた時に、はいはい、いや僕は押したんですけど有村さんがダメやってるんです。いやいやいや、すげえ悪者じゃないですか。すげえ嫌なポジションですけども、まあまあまあね、はい、そうですよ。いやこれ夢広がります。そうですね、だからこれが現実になるかどうか、はい、エイプリルールで終わるのかどうかは、うん、明日以降期待したいですね。ああ、そうですね。4月2日になったらもうエイプリルフールじゃないです。はいはいはい。なんかの情報があるのか。はい、え、これでももし本当になったら、ねえ、ちょっとこの回神回になりますね。そうですね。なんて言っても僕、びっくりマン、終身名誉ビアルタじゃないですか。再現まで作ったんですね。すごい、アイドルとか応援するやつじゃないですか、これ。そうそうそう、なんでもあるんですよ、ちゃんと。ああ、すごいな。ちなみにあれですよ、僕も、でまあ、私事ですけど、はい、去年の12月に、はい、立候補会ホールで、はい、ビックリマンの 2.5 次元ミュージカル、はい、プロデュースさせていただいたんですよ。そうですよね。なんとそのお話は、はい、アリコンさんのチャンネルでするんですよ。ありがとうございます、宣伝までしていただいて、はい、だからあのアリコンさんにもこの続き含めて、はい、このビックリマンの話で盛り上がるんで両方見てください。ぜひお願いします、はい、あのシネマラボでね、はい、概要欄に載せていただいてますから、ね、はい、いやすみません、はい、ありがとうございます、助かります。ということでですね、はい、佐々木チャンネルの、うん、このニュースが現実になるかどうか、うん、ちょっと皆さん期待するのともに、はい、世論で盛り上がって、はいはい、やらざるを得ないようにしてほしいですね。そうだそうだっつってね。そうですそうですそうです、はい、これ再生数重要っすね。重要っすね、重要っすね、はい、100万枚いってほしいっす。いやお願いします。お願いします。